そう、あなたなのですね。あなたがマナの記憶の収穫者、あなたが私のマナの剣士、いいか、くそ、そんな、おい！見つけたぞ！やれやれ。行こうか。よし。行くよ。頑張ってみよう。やったな。行くぞ。はっやっと、はっやっ、頑張ろう。はっはっ、うん、おしまい。ありがとう。オッケー。聞こえますか？なんだと。
強そうだね。は、行くよ。頑張ってみよう。行くよ。は、行くよ。は、行くよ。行くよ。行くよ。は、やっと。は、やっと。よし、うん、聞こえたよ。木は熟しました。さあ目を覚まして。あなたの物語を始めましょう。ようやく目覚めたのですね。私はあなたのすぐ目の前にいます。私はマナの木、マナの女神。こういう姿の方がお話ししやすいでしょうか。こんにちは。よかった。こうやって人のことをお話しするのはいつぶりのことでしょうか。けれど喜んでばかりもいられませんね。目覚めたばかりで、あなたはきっと戸惑っているでしょうから。ここはマナの聖域。あらゆる命の世界の源であるマナの木の根付く場所。この世界に残された最後の地です。かつてはマナで満ち溢れていたこの世界は滅び、失われてしまいました。そしてマナの木も日に日に力を失いつつあります。今の私にできるのはマナの木を通じて世界の記憶をたどることだけ。そう遠くない未来、この世界は完全に消滅してしまうことでしょう。ですがこの世界を取り戻す方法がたった一つだけあります。それがあなたなのです。ありがとう。あなたならきっとそう言ってくれると分かっていましたよ。マナの木を蘇らせ、この世界を救うため聖剣を探し出してください。
あなたは私の最後の希望なのです。こうしてあなたの前に姿を現せる時間もあまり長くはないようですね。私の力を込めた人形をあなたに託します。その人形がきっとあなたを導くでしょう。つまりどうです？